アーケード版をそのまま移植したセキララソフト。あんま出てこない。今日のあんまんちゃんでございます。出てこないです。昨日からお風呂に立てこもり、昨日の動画ですね。昨日の動画からお風呂に立てこもり。お風呂から出てこないです。いやー、最高だわーって感じ。お風呂最高ーって感じみたい。なんでこんなにお風呂が好きなんだろう。いや、いいわーって感じ。ここね、ちょっとね、穴が開いてるんですよね。なんていうんですかね、ネジが止まってるとこ。そこをね、覗いたりしてます。それでは、本編スタートです。どうも、プニでございます。今日はですね、なんていうんですかね、一本だけ買ってきたんで、これ、スーパーリアルマージャンの、P4 の相性診断ついてるやつ、3DO のね、ゲームなんですけど、これがですね、なんと、麦シーンも 3DO では、そのまま移植ということでね、そのままですよ。最高じゃないですか。というわけで、リアルマージャン、P4 かな？を買ってきました。私はね、3が好きなんですけど、P4 買ってきました。このパッケージね、初めて見たのもあるんですけど、ちょっと動かしてみようか、せっかくだから。これね、つけてね、いろいろこうやって撮影部屋でね、画面がお見せできる。まあ、麦シーンはさすがにね、無理だけどね。ちゃんと起動するのかしないのかぐらいはね、お見せできると思います。よいしょ。このさ、3DO さ、電源内蔵だから楽でいいよね。さあ、こんな感じですかね。あ、これ挿してなかった。よし、電源入りました、液晶のね。それではやっていきましょう。いや、 3DO もね、これもね、修理したやつなんですよね。スピーカーもつなげるか。一応ね、スピーカーがあった方がいいかな。で、まあ、この 3D をね、無事に動いたんで、嬉しかったんですよね。3D はね、今まで全然触ったことがなかったんですよ。で、ソフトもね、そんなに持ってないんですよ。数本だけしか持ってなくて。で、今回ね、3DO のソフトコーナー見たら、リアルマージャンが売っていたので、これは買うしかないと。で、これね、スピーカー。ちょっと色が、神々しいスピーカーでございますが。じゃあ、電源入れてみました。来るかな？最近電源入れてなかったけど、あ、ちゃんと大丈夫ですね。ここにさ、タッチパネルのプレートがついてるんだよね、液晶の上に。これ外すと綺麗になりますよってね、コメントいただいたんですけど、まだやってないんですよね。じゃあ、こちら、入れてみましょう。さあ、動かなかったら、3DO のね、修理からやらなきゃいけないんですけど。どうかな。結構読み込み時間かかんのかな。また同じ画面が出たね。ほとんどさ、プレイしたことないから、わかんないんだよね。なんかちっちゃくなったね。どうかな。あ、来た来た。
大丈夫だね。うん。で、これ、相性診断がついてるみたいなんで、まあ、ちょっと相性診断やってみようかなと思っております。うん。何押せばいいんだ、これ。これでいいのか？いや、違うか。かわいいよね、キャラクターが。この P はパートっていう意味かな？パート4ってことかな？どうなんだろう。まあ、パーマンじゃないことは確かだよな。パーマン4号じゃないよな。おお、すごい。いいね、いいね。まあ、ちょっとね、音楽がね、結構流れちゃってるんで、ちょっと、音はね、やっぱり、あれかな。まあ、途中ちょっとだけ流してみるか。あ、前作のキャラクターもいるんだ。そういうことか。じゃあ、こちらのキャラクターで、ちょっと進めていきたいんですけど、質問に答えるだけで相性診断ができるのかな？どうなんだろう。よいしょ。ね？相性診断ってね、結構好きなんですよね。これ、麻雀やるのか。なるほどねー。じゃあ、ちょっとスキップします。勝たないとダメってことか。そういうことだね。よし、頑張るぞ。そう。今ね、やっております。こちら、今、4回ぐらい勝たなきゃダメだったかな。いや、これ厳しいな。私のどこが好き？どこが好き？まあ、足かな。これで4回目だったと思います。どうかな？あ、来た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 。みんなでワイワイやるのがいいね。おー、いいね、さらし。素敵。これだけ？あ、こっから出んのか。肉まんくんとユウとの相性度。さあ、どのくらいだ？ 68。 微妙な結果に終わりました。というわけで、ゲームやってきましたけれども、こちらリアル麻雀、すごくね、説明書も綺麗でした。で、香里優、マナちゃんかなが出てるっていうことでいいのかな。前作のね、いますよね。芦沢未来さんが出会ってるのかな。好きだったんですよね。いや、むちゃくちゃいいよな。すごい可愛かったし。ね。というわけで、リアル麻雀 P4 買ってきましたよという、そういうお話でございました。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、いいね。じっくりまったりね。しっぽり、むっぽりね、やっていきたいと思います。それでは、またねー。